って細かくインナーに刺激を入れながら肩の求心性養っていきます。今回はこのボールを使って肩のトレーニングをやっていきます。このボールはゴムボールになるんですけど、100均等で売ってある簡単に手に入るボールになります。このボールを使って細かくインナーに刺激を入れながら肩の求心性といって肩甲骨に腕の骨を近づける安定させる力というのを養っていきます。ではトレーニングについて詳しく解説をしていきます。まずは手を前に持ってきて、このボールを若干圧迫しながら、この時に前に倒れ込みすぎないようにしっかり体はまっすぐに立ちます。まっすぐ立って手を前に出して、若干ボールを押し付けて手を細かく上下に振ります。でこれをだいたい30秒ぐらいやるんですけど、この時に肩が上がったり僧帽筋に力が入ったりしないように、肩はしっかりフラットな状態にしてやります。でこれを30秒間縦に振り続けます。そして30秒終わったら、次は横真横に細かく動かしていきます。この時も一緒です。肩甲骨が疲れてくると開いてきたりとか、肩が浮いてきたり、違うところに力が入ってしまうので、しっかり肩のラインっていうのを意識して行いましょう。これも30秒ほどやります。で縦横30秒ずつやったら、次は斜めに入れていきます。これも細かく30秒間頑張ってやります。そしてこのこっち側の斜めが終わったら、次は反対側の斜めを入れます。体がブレてこないようにしっかり、これぐらいのボールの転がりでいいので細かく動かすような形でやってください。でそして縦横斜めが終わったら、次は円を描いていきます。右回り左回り、両方入れていきます。でこれも30秒間右回りを頑張って、次30秒間左側を頑張ってください。で結構ね、体肩の中はずっとやってるときつくなってきますけど、まだいくつか種類は続きます。頑張ってやりましょう。で次は正面やったので横です。横というのも真横ではなくて若干斜め前にして動かしていきます。これも同じように縦、そして横、斜め、反対側の斜めも入れて、最後円を描きます。右回り、そして左回り。肘が曲がらないように注意してください。肘はしっかり伸ばしたまま肩の方に刺激を入れていきます。次前横終わりましたので、ピッチングにおけるゼロポジションを作ってあげて、投球動作における投げる角度っていうのを、作ります。この時も真横ではなく若干前です。前にしてこの位置で同じように、ボールを潰しながらやっていきます。これぐらいの位置になって前に倒れ込まないように、体はまっすぐ、そして肩のラインもまっすぐにして、ボールを細かく動かしていきます。若干潰しながら細かく動かしていきます。縦横そして斜め、反対側の斜めも入れます。そして最後円を描きます。反対側も回します。でこのようにしてこの位置、この位置、そして投球動作におけるリリースポイントでの位置で、それぞれ30秒間ずつほど動かしていきます。最後はこのボールを肘と脇腹のところに挟んでボールを潰していきます。ボールを潰すことによってインナーを鍛えていきます。これは10回ずつぐらいでいいので、しっかりボールを潰してそこで若干 2,3 秒キープをして、そして離します。圧迫して 2,3 秒経って離すっていうのを10回ずつほど繰り返します。
今回は、このボールを使ってやりましたけども、インナーマッスルを鍛えるトレーニングは、まあ、チューブトレーニングもあってダンベルトレーニングもあって、そしてこういったボールも使いながら、あらゆる刺激を入れながら肩の求心力というのを保っていく必要があります。なので、まあ、チューブ、そしてダンベル、そしてこういったボールというのを使いながら、しっかりと肩の安定性というものを保っていく、そして投球のパフォーマンスにつなげていくというのが、すごい重要にはなってくるので、しっかりこういったね、ボールとかも使いながらトレーニングをやってみてください。